おやすこんにちは、アメリです。はい、ということでベルガーをね、使っていきましょう。ね、巷では4枚編成が生んだのかんだのっつって持っとるかーっていうね、ベルガー4枚持ってる人いますか、視聴者様の中で。僕は2でギリっすね。もう100連ぐらい引かないと多分もう2出ないっすね。いや、そこまでしてなんか強調だのなんだろうの最速安定編成組みたいかって言われたら、まあ別にいいかなみたいな、なんとかなるかなみたいなね。はい、まあ僕はそんな周回より称号ね、次の高難易度の称号とかの方が大事なんで。ということで、ベルガーの性能はバインド封印スキューブ4つ枝豆ですね。で、23ターンで2列ずつね、火と木を作りながら無効貫通もして変身します。変身するとバインド封印の比列強3つ、亀裂強3つの列強じゃない、蝶つなげ3つの枝豆ですね。これまだ強化の余地があるんですよね。怖すぎ、まだ強化の余地があるの怖すぎない？もう1個枝豆つけたら結構違うんだけどな。これ枝豆欲しいよね、もう1個ね。で、ベルガーがこれで4ターンスキルで2ターンの間無効貫通しながらロック解除して、上段2列を火で、下段2列が木に変わりますよと。これね、属性変えない方が強いかもしれないですね。うん、副属性木だけど、木の火力を刺すことによって水属性の敵とかもワンパンできたりするので、その辺はやっぱ強く出られるかな。苦手属性に対応できる属性を自分が持ってるっていうのはすごくいいポイントです。リーダースキルは火か木を9個以上つなげれば攻撃が40倍です。もうどうなってんだパズドラの倍率、今40倍ですよ。はい、この前まで20何倍がどうのこうの言ってた気がする。で、固定1000万ダメージなので、あのシェヘラザードドラゴンとかのね、根性もガン無視しますね。火と木属性の HP が5倍です。はい、なので、あの割合にはどうしても弱いけど、割合不要のダンジョン、まあ、まさに満場だの強調だの、あの辺をもう自動回復でどうにかしようっていうのが強いかなと思います。ということでね、今回はね、2枚で頑張っていくよ。2枚で頑張っていくよ。まあ安定性 100% ではないかもしんない。もうなんかどっか積み要素があったりするかもしんないけど、まあ比較的強調いきます。今回比較的いけると思います。何回かクリアできたので。リダチェン対してベルガーの上聖な武器で、まあ HP 盛りつつ、ドルキャを盛りつつのドラゴンキラーですね。まあこれは欠かせないかなと思いますね。とにかくキラーが大事ですね。で、貝結びです。枝豆を超覚醒につけました。悪魔キラーをまあ一応ボス用に気持ち振ってます。上限解放を振って、上イズナ武器、まあイズナ武器も最悪まあチーム HP3 つとかで、まあ初手ヘイストとかは欲しいかもしれないけど、言ったらこれね、後半巻き返しでヘイストで返したいなみたいな、貝結び温存できたら後半ボス戦でもう一回ヘイストとして打てるなっていうので採用してます。で、レグロス、浮遊つけてます。上限の上、キルバーンですね。まあ、HP ギャン盛りの、枝豆です。はい、こっちもキルバーンです。もう、とにかく枝豆がないと、枝豆を代用してしまうと、コンボが安定しないので、ボス戦とか14コンボとかしなきゃいけなかったりとか、で、あとは、ボス前とかも9コンボか9周来たりとか、ドロリフするわけわからないやつ出たりとか、なんかそんなんがいるんでね、機械ダメージ軽減1個プラスで振ってます。支援4つです。上、キルバーンですね。はい。まあ、セリカでね、耐性埋めつつ、クレーム耐性なんていらないんで。で、パティです。一応 L 字アシスト無効解除。まあ、最悪ダメージ軽減に変えれなくもない。あの、光ざなみの耐久ターンを減らすだけに過ぎないです。遅延4つ。上はアテン武器で足りない泥気を補いつつのチーム HP って感じですね。で、フレンド枠に関しては、悪魔キラー一応2振ってますが、まあ、遅延2とかでもいいかな。1個ぐらい振っとけばいいかなと。で、闇ダメージ軽減プラス1個で振ってます。で、ティフォンでバランスキラーとドラゴンキラーという組み合わせのね、キラーをつけてますよと言った感じになってます。はい、ということで、じゃあこの編成でね、じゃあ実際やっていきましょう。じゃあ実際に見ていきます。早送り一切なし。うん、そんなに遅くもないので、爆速って言われたらまあまあこんなもんかみたいな。今の環境ならこんなもんかぐらいの速度でいきます。12分半ですね。はい、初手は、キルバーン遅延からの適当にコンボ、まあずらせばコンボになると思います。で、パティ変身させます。で、また1コンボかけます。はい、そしたら、イズナの武器でヘイストかけて、ベルガーをまあリーダーでもフレンドでもどっちでもいいので変身させてずらします。バランスキラーが刺さって、ちょっとこれでワンパンです。はい、で、続いて2階層です。2階層は覚醒無効を飛んできますが、ここもキルバーンの武器でさらに遅延で耐えていきます。紙結びはね、次の消せない状態、次の次かな、に対応させた方がいいですね。はい、キルバーン打って遅延かけて3ターン1コンボかまします。まあ1コンボと言いつつ結構コンボしますけどね、多分。はい、これで、覚醒無効が治るまで待ってもらって、治ったらセリカ打って、ここからセリカループでいきましょう。で、ベルガー変身してない方を変身させてずらして突破していきます。すごいよ、こんなんでいいんだもん。こんなんで抜けちゃうんだもん。
はい、 OK ですね。で3階層ゴーレム階層レグロスで対応します。真ん中に水属性のゴーレムが出た場合はちょっと気持ちコンボ添えてあげる。もう 1,2 コンボでいいです。じゃないとミリ残しする可能性がある。まあもちろん枝豆の数によりきりですけどね。レグロスずらすだけだとコンボがちょっと足らずに残っちゃうケースがあるので、まあ一応コンボ添えてあげたら安定でワンパンできます。はい、 OK ですね。4ターン中2ターン無交換継続はね、頭おかしいと思う。1ターンでも結構強いのに2ターンにしたらもう頭おかしい、ぶっ壊れですね。はい、で4階層に関しては消せない状態いきます。ここは紙結びで対応させましょう。パティと紙結びで、ベルガーを打って突破していきます。はい、これでワンパンですね。今回はループさせるように4枚積んでいないので一旦空きが生じます。ただ HP5 倍っていうリーダースキルなので、あのつなげて軽減とかそういう系じゃないので1コンボすれば耐久できますので、こういうところはとりあえずまあトゲに触れないように1コンボだけします。まあ触れてますけどね。でたまに直したら他のスキルを打っていきますよと。で今回ベルガーが上がってるんでベルガー打っていきます。これ、ね、トゲにもやっぱ強いよね。ずらすだけでいいからさ、トゲ動かす必要がないもん。ぐるぐるしない、ぐるぐるはしません。一度歯を入れたらスーって感じですね。はい、でここねもうまたセリカ溜まってるんでセリカ打っちゃいます。で、レグロス打って飛ばしていきます。はい、 OK ですね。で、6階層今回は誰だっけ、セロか出ましたと。どちらにしろどれが出ても基本的に耐久コースがいいかなと思ってるんですよ。こう3ターンとか4ターンとかちょっと安定性に欠けるんでね。あのホムラが出た場合はコンボ吸収を超えなきゃいけないので、まあちょっと待って枝豆生かしながら全力コンボって感じになると思います。セロは遅延されてるのでそもそも、ベルガーが溜まるまで待たないといけないし、カムイに関してはリダフレのデバフが来るので、まあ、一応抜けるようにバランスキラーの武器つけてるんですけど、多分2パンになるんですよね、あのカムイは。なのでまあ2ターン待ちつつ2ターンぐらい待ってカムイは2パンしていくような感じになるかなと思います。一撃で多分 80% ぐらいは多分削れるんですよね。ただワンパンは多分できない計算になってるはず、まあ、ベルガーが2回打てれば大丈夫だと思いますけど。はい、で今回は光ザナミが出ました。 LGO 組めそうなら組む。ちょっと今回はあまりにも盤面がなさすぎ、光か木が本来まあ1セットぐらいは盆消しあると思ってるんですけど、まあなかったら最悪ね、こう待っちゃいいんですよね。待つターンが増えるだけなんですよ。最後の1ターンで突破すりゃいいんで、呼べそうなら木と光を呼んでもらって、まあ、パティ打ってもいいんですけどね。まあただね攻撃もしたくないっていうのもあって、最終的にアシストが返ってきてから突破できればいいかなぐらいな感じです。はい、ここで1回 L 字かけてでラストチャンスを来まして、はい、まあ、これでドロップジャッカで攻撃が0とか1とかにならないようにね、あのワンパンするんならね、追撃分でガーンといくとは思いますけど、ワンパンしたい場合はね普通に火力出して追撃打たなきゃいけないんで。はい、で8階層です。もうちょっと早くいけたけどね、光ザナミちょっと耐久しすぎたね、あれは L 字なさすぎね。はい、でここに関しては一旦待ったっけかな、俺なんか一旦待った気がする。あー待たなかったわ、さよなら待たなかったっすね、さよならです。はい、 OK ですね。で9回そうあノアはね3ターン待ちなんですよ。もうこいつのせいで時間かかってるんですよねHP が半減だの何だのされるんで、ちょっとここはね3ターン待ちます。しょうがないっす。まあ、トゲはちょっとぐらい動かしても大丈夫なんで3ターンほど耐久していきます。3ターン耐久してこいつはね2パンだね。いくら貴族性の超つなげで殴れるとは言ってもこれがねこういうところの安定性がやっぱりね4枚編成と比べると劣る。まあ、しょうがないんだけど、あの4枚だとさ貴族性の枚数4枚で殴れるじゃないですか。それがでかすぎるね。さすがにこちら2枚なので貴族性が、まあ、パティはちょっと含めないとしてね。3ターン待ってとりあえず一発ぶん殴る。これでね 70-80% で止まるんですよね、どうしても。
まあしょうがないってしょうがないで、パティの上が溜まったのはこれちょっとミスパティね、空打ちしといた方がいい。こんだけ耐久する敵が出た場合はノアに出た瞬間最初一発目パティ打ってよかったの。どうせこの後ね吸収引っかかる想定なんで、パティはねどっかで空打ちしといてあげるといいかな。アテン君の武器ね溜まりやすいんで、ね、で今回はこの名前なんだっけ君ジニーだっけ、なんだっけ、ジニーじゃねえか、誰だっけ、ちょっと見ますけど、こいつだったんで属性吸収はまらなかったんでね、なんてことはないですね。無効貫通だけ打ってもらえれば OK かなと思います。ちょっとこの子の名前がね、君はねジーニャか、それ惜しいね、ジニー惜しかったですね。名前は大体合ってた。はい、これ突破します。まあバランスキラーがぶっ刺さるよと。で続いて11階層です。11階層はマシンヘラもしくはマシンゼウスで、まあ、パティ継続とかでぶん殴っていければいいかなと思ったりしますけど、はい、コンボ頑張ってねとマシンヘラは、まあ、基本的にずらすだけなので、枝豆の数がねもう2個ぐらいあるとね結構コンボもさらに安定するんですよね、まあ、だから結局にもう2枚欲しいんですよね、理想を追求しちゃうとね。だから本人がね2個持ちになってくれたらめっちゃ強いんだけどね、枝豆もう1個覚醒あるからね、サイリアなら持ってほしい。でガイノートに関しては吸収がどうしても引っかかるのでちょっとパティ待ちになるかなと思いますね。ここでリンシアが出なかったっちゅんで結構ありがたい、イズナ武器温存できるんで、ね、でとりあえずはあれだね、無効貫通のためにベルが余ってて、で、ここで溜まったのでセリカとパティとベルガーで、あ、パティは打ってないですね、属性吸収はまってなかった。でセリカなんですけど、ボス第一形態で溜めておいた方がいい、打てるようにしておいた方がいいはいいです。14コンボしなきゃいけないんで、ちょっとそこの安定性ね出すためにはセリカ欲しいかなって思いますね。でベルガーも打てるようにしてからね突破した方がいい。あ、それちょっと書いてなかったかも。あのセリカとベルガーが打てるようにしてからボス階層には突入した方がいいんで、そこら辺の調整は欲しいかもしれない。今回はちょっと、ね、もうちょっと待つべきかもしれないけど、セリカが打てないんですけど、まあ一応足りるは足りるんですけど、枝豆の個数に左右されるんで気持ち運ゲー入るね、セリカなかったら。ここはい、まあとりあえずベルガーが打てれば OK かなと思いますけど、これはね真ん中の色をねなんかいい感じに決めれたらいいなって思ってパティ打ちました。真ん中が見事光になったんで、よくこの間の色をねちょっと決めたかった。これで14、はい、なのでまあセリカなかったらこんな感じに枝豆でギリギリなんで、ちょっとなるべくセリカを打てるようにした方がいいですね。で第二形態からはまあ特にって感じですね。まあ、ここでベルガー打てれば早いは早いんですけど、削りとしては、まあ、一応2パン圏内ではあるかな。今回ちょっと色がね全くない状態なので1回目は崩します。まああのイズナ武器で返せもしたんですけど、ちょっとイズナ武器はボス回数を次のね最終フロアで使いたいなっていう気持ちがあったんで、一旦ここは温存しました。はい、であとはまあベルガー打って崩していくような感じですね。大体半分ぐらいです。レグロスだけだとちょっといかないですね、これだと、うん、だからもう一回ベルガー待ちですね、ここから。まあ耐久するときも1コンボ耐久するだけなんで、まあ特段そんなに問題はないんですけど、ね、はい、ベルガー溜まってたんでこれで打って終わり。とりあえずこれで第2形態は突破します。はい、 OK ですね。で続いてボス最終形態、まあ、ここでイズナ武器がうまいこと使えると強い、まあ、本来はベルガーが今溜まった状態でここで入ってくると一番強いんですよね。ベルガー打ってベルガー打ってイズナで返してベルガー打ってベルガー打つが一番理想ではあるけど、まあなかなかそううまくもいかないっていう感じですね。一旦これ待ってます。一旦待って一撃耐えて、ドロリフがうざいんですよね、盤面の枝豆全部消されるから、それが厄介。はい、一旦ベルガー1枚目でこれで一撃で、まあ大体 30% ぐらい削ります。はい、でレグロスだけだといかないんで、ここでもうイズナ切ってますね。
で、ベルガー連チャン打ちして、これで半分行かせようとしてますね。はい。まあ、これで半分と。で、一旦まあ、盤面どうのこうのやられて、はい。で、セリカ打ち、で、ベルガー打ち、で、またさらに削っていく。で、この後、ちょい残りしてレグロスは無理なので、ちょっと待ちます。はい。ここからね、調子乗ってレグロスだけで行こうとすると、多分ミリ残ししてやられるんで、ここはね、ちゃんと待った方がいいですね。多分一瞬迷ってるね。このままレグロスで行っていいのかどうか。ただそれを、こう瞬時の判断で、これはミリ残しする。今までの経験上、これはミリ残りするっていう判断で、一回待って、このドロリフが最近強いね、マジで。このドロリフ、一回枝豆作ってもよかったかも、レグロスで。これのせいでコンボが下がる。ずらすだけだとコンボが大変なんで、はい、ほらこの落ち込んがなかったらダメでしたっていう感じになっちゃうので、ちょっとドロリーフがめんどくさい。そこが気持ちめんどいですけどね。はい、まあそんな感じでね、ほぼほぼ周回レベルで勝つことができます。タイムとしてはまあ12分半、もうちょっといけるかな、10分とか11分ぐらいでいけるかなと思います。のは引くか引かないかも結構でかいんですけどね。はい、そんな感じになってますんで、一応2枚でもね、結構強調もこんなレベルでクリアできるので、まあ当てた方はぜひ使ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。